ニュースポスト7です。お笑いコンビ元オセロの松嶋尚美さんと笑福亭鶴瓶さんが司会を務めた番組キラキラアフロが9月をもって終了しました。今後の松嶋さんのレギュラー番組は通販番組のみとなります。現在2人のお子さんを育てている松嶋さんですが、仕事に対して焦りは感じていないそうです。絶頂期にはレギュラー番組を多数抱えながら女優業や大手企業の CM にも出演していました。倹約家の松嶋さんは今までのギャラは浪費せず貯金しているそうです。今後は都内の高級マンションに住みながら家族との時間を大切にしていくのかもしれません。ニュースポスト7。